その実はこのちょっと細かくなるんですけど、はい、そのさっきのですね、アイク・スケルトンさん、はい、アメリカの下院軍事委員長に宛てた海軍長官からの報告書の中にはですね、はい、こういう形でですね、はい、アディショナルフォースユニット、うん、レベルディテールズというですね、うん、要するに、沖縄からグアムに行く、部隊の詳細が出てるんですよ。あー、なるほど。で、この中にACE といってですね、エアコマンドエレメント、航空戦闘部隊というですね、欄があって、この中に、ファーストマリンエアウィングヘッドクォーター、要するに第一海兵航空団司令部、はい、とかですね、マリンウィングヘッドクォーターズスクォードン1と、はい、海兵、航空団、中隊第一中隊とかですね、こうあるいはマリンエアコントロールグループ18ヘッドクォーターとかですね、あのこれは第18海兵、管制軍と、うんいうふうに言うんですけど、ここの下りですね、はい、こんな感じですね、はいはい、こう米側の文書に割と細かく正直に出てるんですね。でこの中にですね、はい、この全部数字が打ってありますでしょ、18とか4とか2とかですね、はいはい、これはどこの部隊かって分かるようにこう数字が打ってあるわけですね、はい、でこれ全部普天間の部隊なんですよ。なるほど。ここの ACE っていうのは、はい、普天間の部隊ですね。で、ここにですね、あった、マリンミディアムヘリコプタースコードン、うんうんうん、スコードンというのは中隊っていうことです。あーはーはー、はい、ちなみに大隊はバタリオンっていうらしいんですけども、だいぶ勉強されました。はい、で、あの、このマリンミディアムヘリコプタースコードンっていうのは中型ヘリコプター中隊でしょ、はい、でこのここが特徴的なのはですね、はい、このヘリコプター中隊だけ数字が打ってないんですよ。ああ、なるほど。はい、ほいで、あの、しかし、うん、そもそも沖縄からグアムに移動する部隊のことが書いてあるわけですから、はい、当然これはあの普天間のヘリコプター部隊なんでしょって、僕が防衛省の人に聞いたわけですね、はいはい、そしたら防衛省の方が、いや、それは岩国ですと、岩国のヘリコプターですと、ほうほう、こうおっしゃったので、と、それはちょっと違うんじゃないですかと、証拠を見せてくださいって言ったら、はい、証拠はありませんというので、じゃあアメリカに聞いてくださいと、こう申し上げたわけですね。これ防衛省のどのぐらいのクラスなんですか。審議官、局長か、局長、はい、これで方ですよね、はいはい、でその結局、まあ、この米軍再編の問題は、はい、防衛省外務省が所管省庁ですから、うん、最終的には、うん、岡田外務大臣の名前で、うんうん、在米、日本大使、日本国大使である藤崎大使に当てて、はいはい、このマリンヘリコプタースコードンは、うん、どこの部隊か調べて報告せよというですね、公電を打ってもらったんです、ね、それはいつ頃の話なんですか。12月11日ですね、昨年の。藤崎大使といえば一躍ですね、はい、もうクリントンさんに呼びつけられて呼びつけられたと称して称した、はい、何か不思議な事件があって、はい、でなぜか急にあの呼びつけられたのに、はい、あのカメラがですね、テレビクルーがしっかり止まっていてですね、はい、良い万端だったという、はい、猿芝居もいいとこだろうという事件がありました。 そうですね、そしてまあそれが打ち返されて、はい、話がアメリカが怒っていると、うん、大変怒っていて大使を呼びつけたという話に、まあ、こうやって膨らんで日本で報じられるというですね。そうですね。あのでアメリカ側はいや、そんなことしていないと言って後で否定すると
でそれを小さく扱われるという、まあ、あの頃はなんか官僚とですねあのメディアが一緒になって、随分とこう、まあ、日本政府の対応、まあ、というよりも政府というよりはあれですね、内閣の対応はけしからんとアメリカ怒ってるぞという空気をかきたてるようなそういうなんていうか話題提供がものすごく多かった、ね、ものすごく多かったですね、はい、で年末までに解決しなければ日米同盟は破綻するとか大声であの例えば日本テレビとか読売とか産経とか、はい、あの言ってたりしてましたよ。でそれをあの毎週毎週会見出てますからこれちょっとおかしいんじゃないかと思ってたりしてますけど、ちょっと余談になりました。藤崎大使といえばまさにちょうどその頃の話ですから、でその藤崎大使に、うん、岡田大臣から公電を打ってもらって、うんうん、その返事がなかなか返ってこなくて、うん、結局2月でしたかね、2月の中旬ぐらいですかね、うんうんうん、もう一体どうなってんですかと、うんうん、こう聞いたらですね、うん、私の部屋に防衛省副大臣である新葉副大臣がですね、うんうんうん、その返事を持ってらっしゃってですね、うんうん、返事は見せられないと。え？